まん延防止等重点措置が3月21日まで延長となりました。札幌市では、新規感染者数の減少傾向が続いています。皆様のご協力、本当にありがとうございます。ただ、入院患者数は高止まっているほか、感染力が強いと言われる派生株が新たに確認されるなど、警戒が必要な状況は続いています。市民の皆様には引き続き、 緊張感をお持ちいただき、これまで続けてきました基本的な感染防止対策の徹底について改めてご理解、ご協力をお願いいたします。また3回目のワクチン接種につきましてもご検討のほどよろしくお願いいたします。